はい。おい。お前さ、俺今日の飲み会行く？ああ、行く行く。行く？うん、行くって言った俺。あ、マジで？行くって言ったの？うん。いや、俺まだ保留にしてて。あ、マジで？お前行くなら行こうかな。行こうよ。おう、行こうぜ。オッケー。うん。普通に。6時に駅前だっけ？6時に駅前。うん。オッケー。え、もう6時に行くんでいいよね、普通に。おう、まあ、ぼかせるよ。遅れてくるの微妙だよ。うちでだらける一回。あ、そうしようかな。うん。うちでだらける。産業あったら行こうかな、毎日。来いよ。ゲーム。鍵開いてっから。あ、マジで、うん、あ、行こう。俺4限だからさ。あ、マジ、うん、え、西川とさ、もう先行っていいじゃん。あ、いいよ、別に。あいつも3限っつってたから、うん。助かるわ。二個上って知って、一瞬気まずくなる瞬間。おい。おい。あれ、こないださ、うん、あれ、リゼロの新刊一緒だったよね。あ、そういえば。そうだよね、いたわ。うん、そうだよね。一番なんか端の方さ、あ、そう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 、ああそうやね。え、経済な。俺財。そうなんだ。うん、そうなんだ。よろしく。よろしくよろしく。え、現役？俺？現役。現役。あ、すげえな。現役なんだ。お前は？俺二浪してるからね。二十歳なんだよ実は。あ、そうなんだ、ね。そう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 。ええー。いや、シェリー、その敬語やめて。いやいや、ちょっと気まずいし。いやいや、それはさすがに普通に同じ学年だから。それもういいんだ。いい。いや、俺は全然気にしてない。そっか。よろしくよろしく。うん。飲み会が続いてること。自慢するやつ。マジでやばい。おい。マジでやばい。どうした？マジできつい。二日酔いがやばい。あ、昨日飲んだ。あ、続いてるわ。え、朝まで？朝まで。マジで。鬼の二日酔いだわ。やば。やべえ、マジで。2限コルタの奇跡だわ。え、何日連続ぐらい飲んでんの今？今4。やばいね。今日もなんだよね。マジ？三条の先輩に誘われて。タフだね。マジでやばい。きちい。遅れてきて友達同士の席空いてなくて、知り合いじゃない人の横座るやつ。席取っといてくれるやつ。おい、おい、おい。ああ、サンキュー。一限起きれなかったこと。自慢してくるやつ。おい、お、お前さ、もう今日一限は？え？基礎英語。あ、普通起きたらもう一限の時間だった。あ、マジで？終わった。お前さ、結構出席やばくね。まあまあまあ。まだギリか。大丈夫っしょ。大丈夫か。おお。今日酒井も来てなくてさ。あ、マジで。え、そう。お前一人だったの。お一人だった。きびいね。やばかった。もう来いよマジで。オッケー。一限に友達。一人も来なかったやつ。おい。お前さ、やばいよお前。え？今からっしょ。今から。やばいよ一限。いやマジ。今日マジやばって。酒井、うん、加藤、村井、うん、お前いなかった。え、マジで、うん、俺しかいなかった、マジで。ガチ、うん、いや、マジで普通出席あったよ。いや、まあ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 、そうだね。いや、でも、もう起きたらマジでもう普通に次元始まる。いや、別になんか一人とかだったら出席出してやろうかなと思ったけど、全員はさすがに無理だわ。まあそうだね、うん、いや、マジ無理。もうほんと諦めたわ、もう起きた瞬間。いや、もう2限からでいいやと思っちゃった。ああ前期単位終わってるのに明るいやつ。ぽい。おい、おい、どうする？え？今日何件まで？今日3件。来た。うち行こうぜ。いや別にいいけど。一発かまし行こうぜ。いいけど。いやお前さ、マジ全来たんやばくない？やばい。マジでやばい。ガチ卒業できないべ。えぐい。えぐいよな。マジでやばい。3単位ぐらい。3単位。3書？マジやばい。いやマジやばいよ。一回それか。うん。ちょっと嫌にかまさない。でもそれは一回行くか。かも。パツ1、うち行く。いやそれ一回ちょっと今、タバコだけ一回やろう。一回ちょっとやろう。一回ちょっとやるわ。つかマジで腹減った。腹減った。飯行く？ワンチャンありだ。先な。ワンチャンありだ。それだな。大学の地理把握してないやつ。えい、お前この後何？次マクロ。あ、マクロ。ああ、マジで。えつかさ、あれさ、三号館ってどうやって行くんだっけ？三号館。次三号館な。俺次三号館なんだけどさ。いやもう普通に、なんつったの、ここからどうやって行く？
でもフリースペースある。新館抜けて。新館抜けて、でフリースペースあるところの塔の隣で。一緒に行かね。あ、いい。俺次4号館だから一緒に行こう。あ、ガチで。行こうぜ。でけえ。軽く一服してから行こう。一発かまさせて。行こう行こう。出席の紙。死ぬほど持ってるやつ。つまり、ここが、まあ、経済学入門における非常に、大事なところであります。出席の紙配った。出席？うん。もうやって。でも紙配った。配った。いいっすか。マジ紙だわお前。あ、いいっすか。いや助かるわマジで。めちゃくちゃ持ってんじゃん。無敵だお前。ありがとうございます。落席番号。急に忘れるやつ。あれ、俺さ、うん、あれ学籍番号何番だっけ、やべえ。いや、わかんない。え、E25 04 18、え、1じゃねえ、2、あれ、いや、わかんない。2、23でいい。バイトに命かけすぎて社員張りに働いてるやつ。はい、はい。え、お前今日バイト？あ、バイト。あ、バイト。うん。え、てかお前なんか最近めっちゃバイトしてね。やばい、俺もう14年勤目だもん。ガチで？うん。え、普通昨日とかもじゃバイトってこと？昨日もバイトだったしね。やば、うん、え、なんで？いやもう、いや入れちゃってんだよね、俺がシフト。あ、別に人足りてないってわけじゃないの、うん、人も足りてないし、うん、別にいいやみたいな感じで、もう全然行きますみたいな。マジで？うん。え、ちょっと落ち着いた人飲み行こうよ。あー、オッケーオッケー。うん、休めたかな、バイト。まあ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 。出席ない授業を引き当てて周りに自慢するやつ。歴史学取ってないの？取ってない。取れよマジで。なんで？めっちゃ楽。出席ないし、でなんか最後の授業でレポート出したら終わりみたいな。ガチで、うん、え、テストない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 。え、試験なし？ない。うわ、熱っ。熱いよマジ。俺しかいないけどね。うわマジか、うん、え、俺後期から取ろうかな。取れよマジで。だから後期取って、うん、来年の前期取ればいいってこと。あ、そう。あ、うわ熱いわそれマジで。激熱だから。え、取ろう。来いよ、うん。出席託されすぎて切れてるやつ。はい。あ、はい。マジでめんどくせえんだけど。何してんの？いや、なんかマジ出席頼まれすぎてる。うざい、マジで。え、誰？自分で出せ。宮本と石井と酒井。うん、え、あいつら来てないの？なんか、うん、飲み会なんだって。で、うん、なんか一回一来たするとか言ってた。え、早くだからね。やばいって、マジで。これマジでめんどくせえわ。わかんねえし、学籍番号送れやん。俺、酒井の学籍番号わかるよ。なんで知ってんの？いや、前頼まれた。ああ頭入ってる。休校情報でテンション上がるやつ。え、ちょ待って、4限休校だ。ガチ？マジで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 。熱っ。でかっ。だよね。おいーしゃー、休校マジでけえわ。おまみが帰る、帰る。一緒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 。いや帰るわ。でけえ。マジあっちいわ。やば、最高なんだけど。あっち、ありがてえ。大学近くに住んでて家がたまり場になってるやつ。はい、はい、え、お前さ今日何限まで？5か。5マジか、うん、え、俺さ3限の終わってさ、その後バイトまでめっちゃ時間あくんだけどさ、うん、え、普通お前に行っていい？あ、別にいいよ。普通にもういていい？いや別に。あ、鍵開いてるから別に。あ、マジで、うん、今誰かいたりする？あ、ワンちゃん総太郎が寝てるかもしれない。あ、総太郎なんか昨日飲み会でそのまま寝てる、うん、あ、マジ、うん、あ、まあまあまあ、じゃあちょっといさせてもらう。全然いい。助かるわ、マジで。ありがとう。不良みたいな雰囲気だけどちゃんと大学来てるやつ。履修詳しすぎる一個上の先輩。なるほどね。どうすか、ね、いいんじゃない。だから別に これ経済学入門は必修じゃん、はい、でこの後の歴史学は取った方がいいね。あ、これですか、うん、はいはいはい。あ、で村沢じゃない方ね。あ、こっちの伊原の方ですか。伊原の、はいはい、伊原淳の方の歴史学取った方がいい、はい、こっちの方が楽なんですか。伊原は楽。おい、
で、そうね、いいんじゃない。え、あ、この中野の心理学ってどうなんですか。あ、これマジで楽。これ楽ですか。これ取った方がいい。え、出席ないパターン。出席ない。え、最悪これ例えば予言にこれ入れるじゃないですか、うん、したらここ出ないで普通に3限で帰っても大丈夫ってことですか。そうだね、うん、できるけど、でもあの必修が、はい、2限にあるからここは出なきゃいけないから。ああ、そこそこそこ、まあ、2、3、あ、まあ3でだからやって帰るのはいい。だから3ここなんか入れた方がいいってことですね。入れた方がいいね、もったいない。これそうですよね、うん、あ、でもこれで多分フルフルっすね。いいんじゃね、結構理想的なんじゃない。いい感じっすよね、うん、うわ、すいません、ありがとうございます。いい、助かります。入学早々見なくなるやつ。はい、おい、超寒いな。やばいね。スーツで学校来てる、なんかビジネスがとか言ってるやつ。1きたして4弦行くの、きつがってるやつら。きびいべ。いや、きびいね。え、三島この後どうする。いや、どうしよう、ぶっちゃけもういい、きびいっしょ、いけなくね。4弦にしよう、次次読んだ。え、な、中島何弦。絶対行かない、もう4。中島もう行かないでしょ。もう行く気ない。単位きつくわ。え、中島やばいっしょ、そろそろ。え、もういい、ガチで。うん、中島男だな。そうすっ か、スマブラする、やろう。スマブラが4弦、4弦スマブラ、4弦スマブラ最高だな。ちょっと待って、マジでこうなってくるとさ、ちょっと夜の飲み会もきつくね。きついね、マジで。え、中島お前夜の飲み会行く。あ、もう単位取れるなら。どういうこと。取れる取れる。 なんていう授業。飲み読みなんて授業ねえべ。うん、マジでキチェ。三島、ちょっとマジで一回暴れてくれ。マジでどうする、ガチどうする。俺結構マジヤバいから。お前バイク、バイクきついっしょ。お前マジでヤバいっしょ。マジで俺らと一緒に行きたいっしょ。お前4件ガチなこと言うとマジ行きたい。ちょっとちょっと。ああ、そっち系か。でも俺はマジでもう動けねえもん。うん、無理だね。いや、ちょっと行こう、行こう。行きたい。じゃあ、まあ行こう、正直。じゃあ立てれんだよな、もうこっから。じゃあ行こう、マジ行った方がいいって。単位やばいって、マジ。そ、だってガチこれ落としたら、うん、ガチ卒業できない。いや、それ中島に聞いてよ。行こう、中島、マジで。浪人留年だろ。留年。中島行くか、じゃあ行くか。もう仕方ない。行くしかない。ああ、行かない。